なぜ、山に登るのか。そこに山があるからだ。イギリスの登山家、ジョージ・マロリーの言葉だ。彼のような征服欲や、登山欲はあまりないのだが、たまに、山に登ってみたくなる気持ちになることがある。軽く登れる山はいくつかある。関東で言えば、高尾山だったり、筑波山だったり、のこぎり山だったり。今回選んだのは、大平山。栃木県にある、標高341メートルの小さな山だ。山には大平山神社という、お社が置かれており、参拝客も多い。麓の大平地区はブドウ畑が広がり、秋には紫の宝石を求めて人々が集まる。JR 大平下駅か、東武新大平下駅から歩くのもルートではあるが、大平山には6月の見どころがある。それはアジサイ。これを見逃す手はないということで、表参道から入るルートを選ぶ。JR 両毛線と、東武日光線が交わる栃木駅。ここからバスで10分強。入り口である、アジサイ坂の近辺に行ける。県をまたぐ外出自粛が解除されて初めての週末。人の数はそれなりに多くなっている。ユニークな建物が見える。六角堂。屋根の上の六角が面白いのだが、写真を撮る角度が難しい。正面からだと六角が映えないし、横からは、やっぱり横って感じだし。六角堂を過ぎると、いよいよアジサイ坂だ。たくさんの人が歩いたであろう石段は、削られて丸くなっている。それを襲わんとばかりの量のアジサイが両側に咲く。アジサイは色とりどりだ。紫、青紫、赤紫、白、水色。アジサイの色は、土の中にある酸性度によって変わるのだそう。赤が強いとアルカリ性、青が強いと酸性。白いものはもともと色素がない品種だそうだ。横道を入ったところに、洞窟のようなものがある。岩屋神社。弁天様とその使いの蛇。ちょっとした隠れ家に立ち寄ったような、涼しげな風情だ。さらに石段とアジサイは続く。大平宮と書かれた鳥居の横を抜けると、アジサイは一旦終了。階段の段差もきつくなり、体力の消耗も一段と激しくなる。しばらく行くと、赤い立派な門が顔を出してくる。こちらが大平山神社の入り口である、随神門。暴れん坊将軍こと、徳川吉宗公が建てたのだとか。たたたー、たたたたー。この門を抜けると、最後の意地悪かのように、急な石段が。しかし、再びアジサイが色を添えて元気づけてくれる。それにしても、これでは山登りではなくて、階段登りだ。石段の数は約1000段だそう。先ほどの随神門の屋根をぼかして、アジサイを1枚。アジサイに囲まれた門をくぐると、ようやく大平山神社が現れる。奉納看板が目立つ、賑やかな本堂のインパクトも強い。その他にも色々な神社がお祭りされている。こちらは諸願成就の一本石灯籠。中に小石を投げ入れるのだそう。注意書きには、他の人の石を落とすと、神様のお怒りに触れてしまうかもしれない、と書かれている。気になる看板が。はい、欲しいかも。ハートを見つけるのだそう。鼓探偵、探します。しかし、なかなか見つからない。ヒントを参考に灯籠を見ると。あった、ありました。しかし、これ80個も本当にあるのかな？
神社から少し山を下る。茶店などが並ぶこの地域は謙信平と呼ばれる。上杉謙信公がここから関東平野を見て、あまりの広さに驚いたので、この名が付けられたのだとか。また、陸の松島と呼ばれるように、雲海に覆われると、小さな丘がまるで島のように見えるのだそう。春には桜が咲き乱れ、秋の紅葉も美しい。茶店には、名物と言われる、卵焼き、焼き鳥、そして団子が売られている。久々の山巡りをしたせいで、食欲が出ない。断念。また今度への宿題として残しておこう。気軽に登れる山、大平山。山に登るぞというほどの力を入れなくても登れ、それなりの達成感も得られる。大平山神社のバラエティに富んだ神様たちのように、カジュアルに、でも、甘いだけでないピリ辛を味わうには、もってこいのハイキングコースだろう。